上妙の者の血の匂いがすると思ったよ。最近のスカイリムの問題が何かわかるか。誰もが死に取り憑かれている。ベレソアのところで働いてるんだ。雑貨屋だよ。何なんだ、ドラゴン。材料がなかなか見つかりませんの。そんなに苦労するはずはありませんわ。棚やテーブルを探せば簡単に見つかると思います。母は隠さなかったでしょうから。
材料を器に入れて、準備ができましたらお知らせになって。材料を器に入れて、準備ができましたらお知らせになって。あとは私次第というわけですのね。準備は良くて、私の血を加えた時に何がどうなるか確証はございませんわよ。もちろんですわ。どうしまして？お城に戻って以来、同じことを自問してきましたわ。父に対して私たちがしたことを、母があまりにも確信を持ってやっていたから、ついていくという発想しかありませんでしたわ。代償なんて考えもしなかった。ですわね。吸血鬼の母親であっても、母親には変わりないのかもしれませんわ。母は私の身を案じましたの。私たち全員の身を。でも父が我慢の限界に達する前に、私を彼からなるべく遠くに離したがっていた。ええ、その通りですわね。ごめんなさい。私の母に対する思いを気にしてくれる方がいらっしゃるなんて、ありがとう。さあ、用意はよろしくて。では始めますわ。ご先祖様、なんとかですわ。あ、本当に成し遂げた。ソウルケルンに通じる転移網を作り上げたのですわね。信じられませんわ。ご覧になって、好き好んでこんなところに来る人なんておりますかしら。母は無理強いされたに違いありませんわ。空気も地面も何もかも間違ってますわ。ここはあなたの来る場所じゃない。ここは光のささない暗闇の世界だ。一歩一歩がこの苦しみと共にある。なんてひどい場所なの。ドレモラと言い争いになったのはあれが最後ね。万人に近づいてはダメだ。万人に近づいてはダメだ。誰？
先に進みましょう。誰かに見張られてる気がいたしますの。彼の言う通り、絵の中に入っただけ。そう、簡単で素敵だと思ったんだ。アルバクを探すのを手伝ってくれ。こんなところにいさせたくないんだ。アルバク、俺の馬だよ。一緒にこのおぞましい土地にやってきたはいいが、化け物どもに襲われたんで逃げろと命じたんだ。何しろ忠実な奴でね、それ以来ずっと逃げ続けてる。なんとか助けてやってくれ。こんなところにいたらおかしくなっちまうよ。アルバク、どこにいるんだ。アルバク、頼むから戻ってきてくれ。じゃあ、こんなところで永遠に過ごさなければならないと思いますと、お寒いですわね。死んだ後も苦しみが続いているようなものですわよ。ハンマーフェルの砂丘をもう一度この目で見てみたいな。誰かと思えば肉好きのいい人じゃないか。狩猟術師の集団の御用人に何かを売ったとでも言っておこうか。ゼニタールに誓って言うが、商品が偽物だなんて知りようがなかったよ。俺が狩猟術師を欺くような奴に見えるかい。馬でも馬車でも何でもありさ、何も言わなくてもここにドサッと集まるんだ。昔はハイロックで最高の商人の一人だった。うちの商品が見たくてみんな俺を追いかけたもんだ。面白いね。支払いはどうやって？周りを見ろよ。この辺じゃゴールドを持っててもそんなに意味はないぞ。こうしよう。あんたのやろうとしていることは気に入ったから協力してやるよ。この辺で山ほどあるものといえば魂のハスクだけだ。あの地面から生えてるヘンテコリンなキノコみたいなやつだよ。あれをそうだな、25個集めてくれ。そしたら荷馬車に残ってたものを漁ってもいいぞ。長年かけて集めたガラクタだよ。この馬鹿げた境遇に陥る前は物を集めるのが好きだったんだ。欲しいものがあるなら取引しよう。ハスクとね。ハスクがなけりゃ売れないね。探してきなよ。こんなところで永遠に過ごさなければならないと思いますと、お寒いですわね。死んだ後も苦しみが続いているようなものですわ。
お母様、お母様、かも、まさか、セラーナ、本物ですの？信じられませんわ。どうすれば中に入れますの？話がありますのよ。セラーナ、ここで何をしているの？あなたの父親はどこ？私たちがここにいるのをお父様は知りませんわ。説明している時間はありませんの。失敗したに違いないわ。ハルコンはお告げの解読方法を見つけたのね。それは誤解ですわ。お父様のやり方ではなく、私たちなりのやり方で予言を成就させるために来ましたのよ。ちょっと待って、よそ者をここへ連れてきたの、正気なの？そんな、違いますわ。あなた、こちらへ来なさい。話しましょう。それで、吸血鬼の血が入った者がなぜ私の娘に同行することになったの？安全？彼女をここへ連れてきて安全だというの？彼女は何も説明しなかった？セラーナはハルコンがお告げを実現するのを防ぐために全てを犠牲にしてきた。それを彼女からあなたに説明してくれると思った。私が娘を彼女の清掃の書を守るためだけにあの墓へ置くほど厚かましいと思う。書は目的達成の手段に過ぎない。太陽の先生への鍵はセラーナ自身よ。ボルキハル城を脱出した時、二つの清掃の書を持ち出したわ。おそらくあなたがセラーナと一緒に発見した書には、アーリエルと彼の神秘の武器、アーリエルの弓の記述がある。二つ目の書は、コールドハーバーの娘の血がドラゴンを失明させるであろうと示している。私と同様、セラーナもかつては人間だったわ。私たちはモラグバル教の敬虔な信者だった。伝統によりモラグバルの召喚日には女性が捧げられる。その試練を生き延びる者はほぼいない。生き延びた者は純血の吸血鬼となって現れる。その状態になった者をコールドハーバーの娘と呼ぶの。これで私がセラーナを守りたかった理由、そして清掃の書を彼女からできるだけ遠ざけてきた理由が分かり始めたでしょう。もしハルコンがアーリエルの弓を手に入れてセラーナの血で武器を染めれば、太陽先生は完成する。彼の考えでは彼女は全ての吸血鬼のために死ぬことになる。では厳密には娘を死なせずにどうやってお告げを実現させるつもり？ちゃんと話を聞いていた？セラーナと同様、私も純血の吸血鬼よ。タムリエルに私がいれば、彼女がいるのと同じぐらい危険よ。セラーナや私たちの苦境はお構いなしなのね。太陽の先生を自分の神格化の好機とみなしているのね。そしてハルコンと同じく、邪魔する者すべての破壊もためらわない。セラーナ、このよそ者が吸血鬼を名乗ったとしても、私たちの苦悩を何一つ知らないのよ。どうしてあなたを任せられる？そのよそ者の彼はお母様が何世紀もの間にしてくれた以上のことをわずかな間にしてくれましたのよ。よくもそんなことを。あなたが父と呼ぶ狂信者から守るために全てを諦めたのよ。ええ、お父様は狂信的に変わってしまいましたわ。それでも私のお父様なのです。そういう父親を持った娘がどんな気持ちでいるのか、どうして分かってくれませんの？セラーナ、どうか目を覚まして。あなたの父がお告げの中のあなたの役割に、あなたの血が必要なことに気づいた瞬間に恐ろしい危険にさらされるのよ。
でしたら、私を守るために好きなものを一つ残らず取り上げたっておっしゃいますの？あのお墓に私を隠すことが最善の方法と何一つ教えもしないで、ただ黙って言う通りにすればいいとでも思っていたのではなくて、お父様もお母様も自分の道を譲らなかった。理由は多分それぞれ違っていたのでしょうけど、結局は二人とも私をただの道具としか見ておりませんのよ。私はもう一度家族になりたい。でもそれが可能かどうかは分かりません。もしかしたら私たちには分不相応な幸せなのかもしれませんわね。鷹の爪と言ってもいい。それでもなおお父様を止めなければなりませんわ。手遅れになる前に。そのためには清掃の書が必要ですのよ。ごめんなさいセラーナ、知らなかった。わからない。あまりに長い間あなたの父への憎悪に任せて疎遠になってしまった。どうか許して。清掃の書が望むならあなたのものよ。あなたの意図はどこか不透明なままだわ。でもセラーナのためにどんな手段を使っても支援するわよ。ええ、ここに幽閉されて以来ずっとこれを守ってきたの。幸いあなたはこの遺跡を囲む障壁を破ることができる。この遺跡を囲む岩のような尖塔のうち一番高いものを探す必要があるわ。その根元ではここに追放されてきた不運な魂から障壁のエネルギーを吸収しているの。それを見張っている番人たちを倒せば障壁は崩れるはずよ。もう一つ警告するわ。ダーネビールと名乗るドラゴンがケルンをうろついている。用心して。アイディールマスターに番人を監視する任務を負わされているの。あなたを脅威と感知すれば間違いなく邪魔に入るはずよ。ハルコンの理想は吸血鬼が繁栄し二度と太陽の先制を恐れない永遠の闇へ突き落とされた世界よ。彼が理解していないのはお告げが実現した場合に私たちの同類がどれほど関心を持つかということよ。永遠の夜が訪れればそれに我慢できない者たちが大勢現れる。彼らは軍隊を招集し事態を普通に戻そうとするでしょう。絶滅するその日まで吸血鬼を一人残らず追い詰めて抹殺する。そんな風潮になるはずよ。ええ、そうやって吸血鬼は何千年も生き延びてきた。そして私たちが将来も生存し続けられる唯一の方法よ。ソウルケルンを旅したことであなたの体は彼の地に同調したの。つまりあなたのほんの一部が彼の地に乗り移って、代わりにソウルケルンのかけらがその隙間を埋めたのよ。もう転移門の使用に困難を感じることはないはずよ。気をつけて。そして娘の安全を守ってね。さあ、番人どもを片付けて牢屋へと戻りましょう。生きている母に会えたなんて信じられませんわ。
お分かりいただけて。あなたがいてくれてよかった。